はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビシです。今回は信長の野望大使バープキット、幕末志士転生物語続きをやっていきたいと思います。幕末志士を転生させて、二代将軍秀忠の時代に倒幕を成し遂げようということでプレイのを進めてきたんですが、大苦戦も大苦戦、している中ですね、秀忠は実は世を去りました。ただ三代将軍家光、これの攻勢を受けてですね、四国にまで侵攻を受けているという状況でかなり苦しいです。何度かですね、タイムリープもして頑張って、何とか来なくそうとやってきたんですけども、まあ、残念ながらですね、かなり厳しい状態になっています。今回その続きになります。とはいえですね、押し込まれていて敵の大軍10万単位の大軍が、押し寄せてくる中、土佐藩の各城には、まあ、多くて1000から2000、少ないところだと3桁っていうね、状況です。かなり厳しいですね。まあ、ちょっと戦い方がまずかったのかなっていうのが一つと、もう一つはですね、前半、特に最初の5年間ぐらいで、もうちょっとですね、破竹の勢いで、まあ、領土拡大、まあ、特にね、徳川方の城を取っていけばよかったのかなっていうところで、前半ちょっともたもたしたのが、今のこの悪い状況を生み出しているのかなというふうにも思っています。で、島津もですね、まあ、一時の快進撃が止められていて、尾張、徳川家、孤軍奮闘なんですけども、まあ、これもね、東西から幕府軍に挟み込まれるので厳しくなっていくかなというところですね。で、頼みの綱の伊達家も苦戦中ということで、まあ、このままね、幕府が世界を統一するのかな、日本を、統一してしまうのかなというところです。まあ、なんとか一矢報いたいなというふうには思っています。では、時間を進めていきましょう。まあ、ちなみにですね、次の万国行きの予定が今のところなくて、ちょっとかなり寂しい思いをしてるんですけども、次回の、まあ、旅行っていう意味で言うと、まあ、奥さんとですね、まあ、10月で言うともうすぐ迫ってるんですけど、10月の、19日土曜日からですね、一応上海に3泊4日で、遊びに行く予定です。でもう一つがですね、11月、これなんとか、告知っていう意味ではツイッターとかでもしてると思うんですけども、11月の2、3、4と、ここでですね、一応ここまでずっと練習を続けてきた、香港の10キロレース、これに出場予定でして、なんとかね、ここで、40分切りをね、果たしたいなというふうに思ってますわ。ここで終わり、徳川軍、そして、幕軍保科、強いよな、当然勝つよね、幕府軍10万だからね。まあ、ちょっと話それちゃいましたけども、一応、40分切り、香港でね、果たそうというふうに頑張っています。で、年末年始は7泊8日、7泊9日かな、で、フロリダの方に遊びに行く予定で、もうちょっとここまでね、海外旅行を入れちゃうと、バンコクに行く暇がないと。いうことで、一応もう年内はないかなというところと、年明けはですね、一応2月に連休、まあ、祝日がまあ何日か皆さんもあると思うんですけど、9日がね、僕の奥さんの誕生日なんで、9日を絡めることができないとなると、新しい天皇の誕生日を絡めて2月の22から2月の25あたりをね、ちょっと検討してます。で、早めにゴールデンウィークもバンコク行きのチケットを今年は取ろうか、来年かな、取ろうかなというふうには思っています。さあ、幕府軍の攻勢が一時止んでるこの時を見て、そうだな、岡山城の奪還作戦やる？岡山城の奪還作戦をやろう。なんとしても岡山城を奪還しないといけない。ちょっと待ってね、今だと、交渉手切れ、おっと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 、間違えたよ、義直と手切れしちゃった。まあ、いっちゃいいんだけど、
幕府軍との、講和が解けたら、うわ、講和解かしたくない。今むしろ解かしたくない。解かしたくないぞ。今解かすと大変まずいことになるね。講和しよう。かしこまりました。お、尾張徳川が勝ったか。義直が奮戦した形ですね。まあ、島津がもう一度兵を挙げたタイミングで我々も兵を挙げるというのがいいかなと思います。今幕府軍に単独で、立ち向かってもまあ勝ち目がないかなというところなので、まあ、それはね絶対に避けなきゃいけない。幕府と相対するときは島津と一緒にね立ちましょう。なんでもちょっと2月までね、心中かよ。心中はない。最高賞、心中はない。心中した時点でもう終わる。うん、尾張徳川頑張ってるね。まあ、ちょっと話元に戻しますとですね、うわ、心中の申し入れはないから無理よ。これは徳川が攻めてくる可能性があるな。報告いたす。先月の終始です。何の話をしていたかというと、海岸衛星の話ですね。今ね、ドハマりしてるのがね、あのエンジェルの女の子にドハマりしてるのと、あと虹の女の子もずっとね、もう気に入ってるんですよ。もう5、6年の間ずっと。で、最近ロリポップが熱くてですね、ロリポップにむちゃくちゃ可愛い子2人を発見していて、ちょっとね、通いたいなと思ってるんですけど、お話してる通り、なかなかね、ちょっと時間がないんですよね。まずは岡山城の奪還作戦を行いましょう。後に続け。で、あとは、まあ、この隙になんとかね、他の城も取り返したいんですけど、竜騎兵を発動したな。本当にロリポップがね、あんまりロリポップ好きじゃない、まあ、ババアがうざいんで、ロリポップ自体は好きじゃないんですけど、女の子の質がね、むちゃくちゃ今高い。で、まあ、来年の年末というか、再来年になるのかな、そういう意味で言うと、は、久しぶりに、シミ消しとかもやろうかなと思ってるんで、まあ、ちょっと本当にね、年末年始含めて、しっかり、遊べるときに遊んでいきたいなと思うんですけど、いかんせん時間がない。もう社畜の悲しい宿命ですね。さあ、岡山城の奪還作戦始まる前に、伊達軍と幕府軍か。お、伊達軍が勝つ。なんかここに来て、なんか幕府軍が、なんかちょっとやられている感じがありますね。これで島津が共に立ってくれればね、よりこの戦い有利に進められるんじゃないかなと思うんですけど。ご命令を。でね、最近はバンコク行ってもね、ちゃんと観光するようにしてて、前回はですね、ラインビレッジ、まあ、世界唯一にして初のラインのテーマパーク、ラインビレッジに行ってきました。あとね、たまたまあのライオンミュージカル、ライオンキングのミュージカルやってたんで、虹の女の子誘ったんですけどね、秒で断られましたね。なんかちょうど、田舎に帰るタイミングだったということらしく、残念だったんですが。おお、ここで、家持ちと政宗か。渡り城で、おお、政宗が勝つ。いいね。そして、島津がここで立ってくれたので、力を貸すぞ。戦いを有利に進められればいいな。無条件で兵を貸し出す代わりにしっかりねやってもらいましょう。で、お国隊と佐之助か。ここはもうさすがに佐之助じゃお国の10万には勝てないだろう。何、佐之助が勝った。お国の10万を撃破したのか。すごいな。使いの者が徳川から交渉。こうはふざけるな。さっき心中とか言ってたじゃないか。
形勢が逆転したな、今この時。で、さらに、尾張徳川、生駒隊ね。ここも生駒隊が勝つ。これ完全に形勢逆転してるな。この好機を逃すわけにはいかない。ちょっと兵糧に難ありだな。兵糧が危ないけど、今は、この好機を逃さずに、一気に勝負に出ましょう。まず国衆将兵と足軽精錬、この2つはね、惜しみなく入れます。この時のために対比名発動大使をためてきたので、ではさらに軍を動かしましょう。まずは伊沢城の奪還だよね。うわ、とはいえ兵が足りないな。ちょっと兵が足りなすぎる。城を失いすぎたな。で、ちょっと足軽雇いすぎで金もないっていうのもあるけどね。まずは岡山城、天神山城と奪還をしていきましょう。報告するぞ、先月の収支だ。いよいよ金がなくなったな。よし、岡山城を落とした。岡山城を落としたらそのまま天神山城を攻めましょう。後に続け。天神山城も多いでいいかな。城をね、取り返していきます。で、ここで兵糧が入ってきてくれるのは嬉しいな。まあ、ただ一部一揆が起きてますね。まあ、岡山城とかはしょうがないのかな。今取ったばかりの、まあ、城ではありますからね。では、その取った岡山城に、兵を配置していきます。武将ですね。武将を配置していきます。まあ、蘇合城から、山形有朋を派遣しておきましょう。これで問題ないかな。何？我が領内に岡山城に22,000。これは迎え撃ちたいな。数は？おー。ちょっと足りないとなれば、しょうがない。忠義隊を戻しましょう、岡山城で。参ります。うわ、戦場上限が微妙だな。なんとかここは敵を押し返しておきたいけどね。岡山城せっかくダッシュしたので。八橋城の戦いでは、いや、勝てないか、謙信が。8万の軍勢でも。一等祭が死んだか。そして。果たせぬか。先月の終始だ。兵糧も危ないね。ちょっと困ったな。これにて表情を終わる。なんとか兵糧を確保したいものの金もなくてそれもできない。まあ、外交努力をするしかないな。一旦ここで再び幕府に講和を呼びかけよう。岡山城を奪還できたというこの状況をね、利用して一旦講和しましょう。待機します。よし、幕府とは一旦ここで講和がなったので、騎乗して次の戦いに備えます。報告いたす。下地。で、尾張徳川家は頑張ってるよね。このままね、尾張徳川家がしっかり、まあ、誤って、手切れをしてしまいましたけども、まだまだ遠いので、まあ、ぶっちゃけ関係ないといえば関係ないので、ここはね、頑張ってもらってる間に我々は国力を回復させます。かしこまりました。かしこまりました。ただね、島津が不甲斐ないよな、本当に。報告いたす。先月の次停戦が明けたらね、
一挙に、それこそこれにて表情を終わる幕府領へと再進行をかけていきましょうか。ここでまた謙信が6万の兵で集まっていくんだな。まあただその6万の兵で八橋城どんくらいの兵集まるかだよね。ああ島津と徳川がもう講和だね。これで一旦また平和が訪れたわけだ。報告いたす。ご命令を。まあ来年はまたちょっとね、婚活じゃないや。婚活は三上くせですね。妊活もしなきゃいけないのもあるんですが、できれば、対強化都市にしたいなと思うので。まあ、妊活とね、まあ、万国行きをね、両立して頑張っていこうかなっていうのが来年の目標です。もうこんなこと言ってるともう単なるゲス野郎なんで、どうしようもないんですけども。まあ、引き続き、チャンネルとね、ツイッターの方もお付き合いいただきたいな、というところですかね。さあ、来たな、幕府軍め。岡山城に7万5000。7万5000はもうダメでしょう。いやー、7万5000はきついわ。岡山城で迎え撃つのはバカバカしい。やめよう。岡山城はあえて放棄する。報告いたす。先月の終始です。下地。岡山城は放棄して、備中高松城で敵を迎え撃ちましょう。そのために準剣城立てて敵の襲来に備えます。かしこまった。かしこまった。は、奥仁隊と東道高次軍、これはどっち勝つんだろう。ああ、ちょっと見えなかった。どっち勝ったんだろう。まあでもさっきの兵力差を考えると、まあ、奥二軍が、まあ、幕府軍が勝ったんでしょうね。で、岡山城を奪われると。まあ、これはしょうがないね。報告いたす。さあ、その岡山城を再度奪還しにかかりましょう。もうこの岡山城の取り合いだけでね、永遠に、永遠だな、本当に。終わることを知らない。進みます。で、伊達と幕府軍は、伊達軍がもうちょっと頑張ってくれるとね、戦況も変わる可能性あるかなと思うんですけど、なかなか苦しいよね。政宗10万。おお、政宗が勝つか。ここはさすがに。報告します。先月の終始です。表情を始めよう。これにて表情を終わる。さあどうする。岡山城の奪還をまずしっかりやらなきゃいけないので、まあ、岡山城の奪還に関してはできるだけ兵を失いたくないとはいえ、包囲すると287日なんて強行で落としましょう。なんで幕軍が動かないのかがわからないな。むちゃくちゃ兵力あるけど、さては兵糧がない、そういうこと？となると兵糧が入ってくるこのタイミングで一気に攻め込んでくる気だな。よし、島津も再び立った。もうこれの繰り返しですね、おそらく永遠に。無条件で兵を変わってね、貸す代わりに勝ってほしいですよね。よし、岡山城が取った。この城もらい受ける。その代わり何、山内隊は兵が500まで減ってたの。ギリギリの勝利だな。
伊達から檄文が届いている。応じようではないか。さあここで、そしたらね、岡山城には再び、武将を配置しましょう。まあ、吉野部だよな。伊之助も配備しておきます。というところでですね、まあ、これを永遠に繰り返すのを皆さんに、お見せしながら、第100話とかになりそうなので、まあ、ちょっと残念ながらね、この幕末志士転生物語は、今回で、終わりにさせていただきたいと思っています。まあ、ちょっと本当に先ほどもお話した通り、序盤のね、展開が悪かったのかなというところで、そこはすごく反省点なので、この信長の野望大使パープキットに関しては、この次の企画として、麒麟が来る2。まあ、なんで2かというと、まあ、麒麟が来るはおそらく本能寺の変の後、山崎の戦いで、まあ、明智光秀が死ぬところで終わるんじゃないかなと思うので、ここでは、その山崎の戦いから始めてですね、秀吉に天下を取らせんということで、本能寺の変シナリオ、リベンジをやっていきたいと思います。まあ、ただリベンジするのもきついので、一応ですね、麒麟が来るの公式サイトを見てですね、まあ、この、信長の野望大使パープキットに、現時点で登録されていない武将とかキャラクターを新規に登録して、それらのキャラクターも駆使してですね、なんとか、このね、麒麟が来る2というテーマでプレイの方やっていきたいと思いますので、信長の野望大使パワーアップキット2。違うね。信長の野望、信長の野望大使パワーアップキット、麒麟が来る2。ぜひそちらもね、楽しみにしていただければというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。